ありがとう。お前は落ちればいい。あ？今夜はまだ帰りたくないの。いい場所はなく、バーやネカフェで時間を潰して帰宅する毎日。ご主人、課長に昇進したんですって。連休は家族でシンガポール、いいわよね。じゃあ私たちは家族でお食事に行ってくるから。俺ってほんとついてない。はい、っけね。料理人たるものとかなんとか。いや、だから職場に灰皿置いてくれって言ったのに、またクビだな。またやったんだ。うわ、あの人一緒に働いててほんと疲れるよね。正義感が押し付けがましいんだよね。これで二人っきり。なんてラッキーなんだ。ラッキーってどういう。